はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、クリスマス&おせち、徹底調査2023カタログ徹底調査シリーズですね。コンビニの、まあ、これで一応、北中世地域はね、最後になるんでね、ミニストップさんをね、今日はね、やっていこうと思います。前回取ろうとしてね、完全に、脱線話にね、なってしまって、そのまま、小1時間以上話して終わってしまい、そしてその後ね、ちょっとね、すぐに撮ろうと思ったんですけどね、ちょっと急ぎのね、仕事とかが急にちょっと入ったりだとかね、わたわたしていて、よしよし、次の休みで何とか撮るかと思っとったら、ちょっと休みも、休業がね、ポトポトポトと入って、今もね、ちょっと、岡崎の方ね、行って行った、帰りだったりするんですけどね。っていう感じでございまして、わった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 。なんか、愛知と三重、本当になんか、めちゃくちゃ行ったり来たりした、州だったりしたんですけどね。そんなことはね、置いてですね。さあ、つくね、このね、ミニストップさんね、クリスマスケーキからね、見ていこうと思いますよ。カタログも、無事出てました。ということでね、クリスマスケーキ、前回のね、なんか雑談とかちらっと言いましたけど、まあ、一応ね、今回リセットって形でね、もう一から説明してきますけど、まあ特徴としてはまず、やっぱ表紙に出てるカタログのやつですよね。これがなんと、物白ノイルで来てるんですね。これはかなり特徴的じゃないかな、ということでございますね。で、今回もね、実際のカタログベースに、で説明していきますけど、映像の方はね、やっぱ、ホームページのほうがメッセージあるということで、なんか、ミニストップのオンラインショップのところもちょっとなんかだいぶ見えなかったみたいなんで、そっちの方でね、いろいろと見ていきたいと思います。ってことで、ガラッと画面変えてみましたけど、こんな画面でどうかな。ちょっと配信に向けての準備とかもいろいろとやってるんでね、なんかいろいろと、変な感じになってますけど、こんな感じでね、進めていこうと思います。今回はミニストップってことでね、おせち、&カタログ設定調査ってことでね。4つ目のやつでやっていこうというわけでございますね。で、今回のやつが、こんな感じで、ホームページももう、表にドンと出てるのが、物色のようになってますね。かなりこれがメインになっているということですね。ちなみに、店頭受け取りは、12月16日までで、宅配の受付は12月7日までということです。まあ、この動画が上がるときはまだ全然大丈夫じゃないかなという、答えですけどね。ということでございますね。で、予約いただいた方は全員で、ノエル3品は400円引き。ウェブ予約だと安くなるみたいです。また、リンク貼っときますんで、ご興味ある方はね、そっちの方から、ログイン。なんか、ログインしてやるといろいろと、便利みたいになってますんでね。で、ラフレーズ4個だと200円引きになるの、キャンペーンもあるみたいで。あとは、なんか、オリジナル紙のダウンロードなんかもできるみたいなんでね、ちょっと、ぜひ、チェックしていただけたらいいんじゃないかな、ということでございます。ってことで、メインに持ってきているのは、すごいですね。この3つを着てますね。ベルギーチョコレートノイル。まあ、いわゆるブッシュドノイルに近いやつですよね。ものが1つ。これが、メインになってる感じでしょうかね。3,564円。で、さらに、ノイル3品ってことで、もう1つ、フルーツノイルですね。12種のフルーツノイル。これが、3,780円。で、さらに、ダブルモンブランノイルってことで、まあ、チョコとフルーツとモンブランっていう、3種類で分けてはいるんですけど、基本的にはこの縦長なね、形になっているやつを、メインで思ってきてる。今まではね、どっちかというと、丸いケーキがね、やっぱし王道ってね、なりがちだった中で、これをフラグシップに持ってきてるっていうのはかなり特徴的だなという、感じがしてますね。ちなみに、どこでも言って、ちょいちょい言ってます。まあ、の、えーとね、必要方も多いと思いますけど、ノイルっていうのが、フランス語で、クリスマスですね。ということですね。ですね。まあ、全部クリスマスケーキですよって感じですね。ダブルボーンという感じでございます。なんだったっけ？ドイツはシュトーレンだし、あれか、フランスとかあっちの方だと、この、丸型ケーキもこういったケーキを食べる風習があるんだったっけな。なんかね、なんかありましたけどね。で、アメリカの方だと確かホールケーキになるんだったっけな。なんかね、あまり私も、はっきりとは覚えてないですけどね。っていうような感じで、こっちの方、こういった感じを押してるよってことで、まあ、むしろのようか予約等も、商品の内容とかも非常に見やすくなってますね。3、4人向けで、ロウソクはなしってなってますね。なるほどね。ベルギー産のチョコレートと、ホッカドロー産純生クリーム入りのホイップ、チョコホイップに使用したクリスマスの伝統的な物色のみですけど、こっちの方もね、ドンと、カタログも一番最初のところにね、
予約の案内があって、もう次のところにこのブッシュノイトってますよと。あ、ブッシュノイトはベルリーチョコレートノイトってなってますね。ということでございますね。次の方のが、写真とかの、データが、実はこっちのカタログの方のがいろいろと載ってるね、こっちの方は。ね、こんな感じで、いろんな、案内がね、わーっと載ってます。ちょっとこの辺りは差があるんですね。香り高いピスタチオやアーモンドを豪華にトッピングしていて、ロールのチョコホイップに削りチョコレートを入れ、食感プラス、中心にはミルク、カカオガラシを絞り、味わいのアクセントになってますよとか、いろいろと書いてありますね。なるほどね。はいはいはい、ということでございますね。あとは、ビルギーさんチョコレートを贅沢に使用した、クリスマスの伝統的な物質のノイズですってことで、まあ、これがいわゆる、やっぱし物質のノイズになってきます。なんか、切り株みたいになると、こういうのが物質のノイズになるんだときな。ということでございますね。定義が、ちゃんと分かってないんで、気になる方、またコメント欄で、詳しい方、また書いといてもらってありがたいです。ということなんですけどね。で、いろいろと入ってますよ、って。冷蔵で点灯機とかでガーッとできますよ、ってことでございます。料金とかも、うまく飛べやね。まあ、いいや、こっちの方から見ていきましょう。で、ちょっと上になんかいろいろと、ブックマークがいっぱい出てますけど、あまり気にしないでくださいと。刺して、大事なやつは出てないはずですんでね。よし。で、ブッシュ、ベルギーチョコレートの味がいましたよと。で、あとは12種のフルーツノエル。そうですね。カタログの方も、次のセールの間もこれから出てきますってことですね。フルーツノエルもかなり長い。46センチ長いですね。テーブルをドーンと置いてていくことなんですけど、ホールケーキも細長いに使えるんで、意外と、有効に使えたりするんでしょうね。なるほどな。で、切るのも、普通の、ね、あれで切りやすそうですもんね。ってことで、最初、真ん中にあったのがこの12種のフルーツノイル。最長46センチね、書いてありますね。5台2で楽しめる花、心華やぐ。12種類のフルーツがたっぷりってことで。これは11月28日までのウェブ予約だと400円引きになるということでございますね。なるほどね。という感じでございます。書いてありますね。印。北海道産牛乳クリームホイップ。縦5センチ、横46センチ、高さ6.5センチ。ってことで、普通のね、ホールケーキと、なんか、生地が難しいですけど、まあ、だいたい4から8人前ってことで、かなり、バラつきもありますけど、こういう感じらしいです。ということでございますね。スポンジにカスタードクリーム、2巻カスタードクリームで入ってるよって感じみたいですね。なるほど、なるほど。で、もう一つあったのがモンブランですね。モンブランの方は、こんな感じと。前と同じく46センチメートルありますよと。で、こっちの方になんか書いてあるのでないのあるかな。こっちだと書いてあるのがね、上質なイタリアンマロンの風味と馴染み深い、なんていうのかな、黄色い栗。これは、木栗でいいのかな。の甘味、それぞれの美味しさを、一度に、華やかに、仕上げたモンブランファンにおすすめのロングケーキですよということでございますね。なるほど。この黄色い栗ってなんて、栗って音読みなんだったっけ？栗わかんねえな。っていうのがあるらしいです。ということで、いろいろだと書いてありますね。いろいろ、まあ、なんかわーっと綺麗に見られてるという感じですね。中にはもう、マロンカスタードソースが入ってるみたいですね。なるほど。という形でございます。はい。っていうのがありますよ。ということで、ダブルモンブランの、これが、料金の方は3780円と。両方ともですね、ガーナカフェだったら3780円という形ですね。まあ、その時の割引だったら3340円ということで、かなり、お値段ね、安くなりますんでね、便利ですね、ということでございます。で、次のところに来ると、ラフレーズということで、まあ、いわゆる、いちごショートケーキっていうのが来ますね。で、このあたりも全部、今のところ出てきてるのは、オリジナル開発なんですね。ミニストップさんですけど、コンビニエンスの中では、ね、どうしても、規模感が大手3社さんね、と比べると、店舗数とかもね、ちょっと少ないですよっていうのでね、規模感小さくなりが、ね、見られがちですけど、まあ、言うてイオングループではあるんで、グループ全体で見てみると、持ってるね、マーケティング力っていうのはすごく強いので、それがね、このあたり、自社開発。まあ、もともと、トップバリューとかね、ああいったプライベートブランドの開発とかも、どっちかというと積極的に行っていくイオンさんなんで、
そのグループということで、結構オリジナルケーキに力が入ってるなっていうのがわかりますね。で、これはラフレーズという、いちごショートケーキということで、これは3564円、3348円割引になりますよということでございますね。このあたりについては、よいしょっとしようと。いちごショートケーキ4個ということで、こっちは何て書いてある、ほんのり甘酸っぱいイチゴを滑らかなクリームと、思わず笑みがこぼれる幸福な美味しさということでございますね。ちょっとね、文言が違うんだな、紙のカタログと。紙のカタログの方は、スマイルポイントって言って、イチゴの甘味と酸味をシンプルに楽しめる2層のケーキ。柔らかなスポンジと滑らかなホイップクリームを贅沢に重ねましたとなってるんで。今、ここの文言も全部いろいろ書いてあるっていうのが面白いですね。こっちは本来はぶつかったと、いちごのこになるホイップクリームのハリモニーということで、中に、角切りいちごが、この、ホイップケーキの中には入ってるよという形らしいですね。4号だと、こんな感じで、4つになってますけど、5号だと、1、2、3、4、5、7個、いちごが乗ってくる方で、6号サイズだと、1、2、3、4、5、6、7、8。8個乗ってるよってことで、あ、5個、なんか5個が一番、なんかいい、お得感出るような気もするけど、っていうような感じになってるみたいですね。これ、4個の値段が乗ってますけど、5号が、税込み4212円、6号が4860円と、それぞれ4号、6号とサイズがありますよということでございますね。カタログの方ではさすがに書いてあります。多分、実際予約のところに行くとちょっとサイズとかも選択ができるんだろうなと思います。で、あとは、宅配受け取りケーキが、わっと書いてありますけど、二つ書いてありますね。ベルギーチョコレート、ムースケーキと、プリンタルトというふうになってますけど、間、カタログだとね、もう一つね、抹茶ケーキとかいろいろ書いてあるんですけど、こっちの方は、なんか、ちらっと見えたんですね。で、ベルギーチョコレートケーキと、ムースケーキが、あって、これ、なんか値段が違うなと思ったら、これ宅配だから、宅配料金は込みなんだ。送料込みで3000円買って。ちなみにこれ、チョコレートムースケーキ、店頭で買うと2138円ということですね。まあ、コンビニだったら、特にね、三重県の北中西地域は、実はミニストップすごく多いんですよ。イオングループの膝元っていうのがあるでか知りませんけど、確か人口あたりのミニストップの数が全国トップレベルなんですよね。っていうぐらい、結構あちこちに実はミニストップがあるんで、うん。店頭で受け取りだと、だいぶこれ、ね、プリンタルトとかも2138円になるらしいんですね、店頭だと。送料だと、冷凍で取れて3700円とかなんで、まあ、用途に合わせてね、買ってもらったらいいんじゃないかなと思います。よく書いてやったぞ、ミニストップ、結構田舎に多い、水沢とかね、あっちとか、高津のだったり、高津のもあるね、だから、あちこちに、アコズとかにもありますからね、ミニストップ。赤い水って書いてアコズ町っていうところとかあったりするんですけど、そういったところとかにもあったりするんで、便利だからということでございますね。まあ結構店頭受け取りですけど、まあ、他の地域から見てみるとね、なかなかミニストップさん、近くにないなっていうところがあるんで、で、いうところで行くと、こういったアメリカチョコレートだったり、結構、オリジナル感の強いものをいろいろと持ってるんで、そのあたりとかが一つメリットになってくるのかなという感じでございますね。で、店頭受け取り系、予約とかワード書いてありますけど、宅配。他のやつについては、あんまり、クリスマス、季節のイベント、クリスマス、こっちで見た方がいいかな。あ、これだ、あ、オンラインショップでだとこれ、オンリーになってんのかな。6件になってますもんね。じゃあちょっとカタログちょっとすいません。写真がないんで、ちょっとピラピラと見せながらになりますけど、店頭受け取りができる他のやつもちょっといろいろと見ていきましょうか。すいません。じゃあ用意しときゃよかったね。っていう感じで、他にもね、こんな感じで、天空の抹茶っていうね、感じで、こっち、こんな感じで見せていったらいいかな。抹茶ケーキも、これも、かなりオリジナルでやってるみたいですね。静岡県の、山間地域茶園で、栽培される茶葉を使用した天空の抹茶をご堪能くださいということで、静岡県産ですね。ですので、多分、どっちかっていうと、しっかりとした味が、味が強いやつになってるんで、まあ、クリームとかでね、もともとベースが甘くなるんで、それにね、しっかりと合うような感じの味に仕上がるんじゃないかなということでございますね。と、かぶせとかね、そういった感じでやったら、その甘みがね、強いですから、単体でね、飲むようには、そっちがね、非常に
良かったりしますけど、意外とこういった、ケーキに合わせるんだとね、うん、またこういったところの特徴もあったりするんじゃないかなってことでございますね。あとは、スペシャルイチゴデコレーションっていうので、これちょっとかなりイチゴがかなり入ってるやつですね。もうあちこちにイチゴがちびらばめられてますよっていうやつで、これは4号サイズで5378円ということで、イチゴがかなりふんだん、4号サイズなのに、表ね、入ってるのこれ。イチゴの断面が見える、キュートなお得したと贅沢な味わいということで、中にも、それも、いちごいっぱい、北海道産純生クリーム入りホイップと一緒にということで、上だけでも、1、2、3、4、5、6、7、8、上だけでも4号サイズで8個乗ってますからね、かなりだから、いちご好きだよっていうね、フルーツ、楽しみたいよ。まあ、ちょっとね、クリスマスだし、フルーツ贅沢に楽しみたいよって方には、かなり、4号サイズでこんだけいちごが乗ってるのを持ってくるって、あまりいなかったですよね。ですので、この値とかも非常に、問い揃えとしては、面白いですね。ということでございます。あとは、富士屋の、プチアショートケーキ。こんなのとか他のところでも出ましたね。グスマツショートケーキ積み合わせ。これは、これも、あれかな？あ、でもオリジナルかな？スフレチーズケーキとか入ってるのは初めて見るな。に、チョコケーキ、マロンケーキ、ストロベリーと、ラズベリーに、抹茶に、ムーツケーキに、いちごショートケーキが2つ、あ、チョコとのいちごが2つずつ入ってるよっていう感じの8等分になってるよっていうやつらしいですね。あと、ラインナップ見るに、これオリジナルかな？うん。なんか山崎のやつとかで入っとったやつと、ちょっとラインナップが違いますよね。姿はすいません。という感じですね。他にも、いろいろと出てきてますね。クリスマスのトリプルチーズケーキ4個だったり、あとは生ケーキですね。あ、でもこの辺りは山崎っぽいな。特に書いてないんですよね。なんでちょっと、オリジナルなのか、あれなのか、ちょっと、OEM みたいな感じで、ベースはね、山崎製パンのやつで、それをちょっとね、カスタマイズしてるような、OEM 曲かもしれませんけど。あとは、生チョコケーキ4個2200円だったり、クリスマス生ケーキが4150円で、7号サイズのね、大きいやつもね、用意してあったりしますんで、大人数でね、わーってやるときにはこういうのもまたいいよねっていうことでございますね。4号から、4号、4号、4号、7号って書いてあるけど、なかなか、面白いですね。いわゆる二極化をちょっと見込んでるのかなっていう感じはしますよね。いわゆる一人二人とかでね、ちっちゃく楽しみようっていう人も増えてる一方で、楽しみたいよって言ってパーティーやるよっていうやつは、ドカドカっと集まるっていうので、すごく集まるか全然集まらないかの、二択になってきてるよっていうのが、この辺りからも見えて取れるんじゃないですかね。ちなみに山田さんは当然のごとく仕事してますんでね。当たり前のように仕事してますからね。まあ、もともと、祝日がね、ない、お仕事だったりしますんでね。うん。クリスマスに、そんな、家族でゆっくりとかなんて、もう社会人になってから一回もないですからね。まあ、もともとせっかく業だったらね、クリスマスといえばね、社員総出でね、働くとか、いうところが多かったですしね。うん。まあ、昔はそれでも一応か、仕事終わってから、ね、一応ケーキだけね、ピラッと買って、食べたりとかしてたこともありますけどね。集まったりしたこと、一応あるか。そっか。この家引っ越してきたね。しばらく初期の動画を撮り始めとった頃とかは、ちょっと若いのとかもおったんで、ちょいちょいと集まったりとかもやったりしてたこともありましたけどね。それぐらいですよね。うん。友達うちでちょっと集まったりとかぐらいですんでね。そういうもんですよね。家族と楽しむか、そのぐらいと楽しむかね。何恋人楽しむ、なんだそれは。なんだそれ、そんな、そんなの都市伝説ですからね。はい。ってことです。まあ、結婚して家族になったら、まあ、家族で楽しむの入ってくるんで、あれなんでしょうけどね。っていうことだったりしますね。で、あとは、まあ、他のところでも紹介したことがあるやつですね。投資と抑えめのやつとかは初めて見るけど、があったりだとか、2、3人向け、4号サイズですね。基本4号のラインナップを多めにしてるんで、4号がやっぱし、多くなってくるような見方なんでしょうね。で、あとは、奥様向けのキャラデコが5号、5号であってっていう感じ。これも、隅っこ暮らしと、プリキュアに、仮面ライダーなんで、まあ、他のところでも見たことあるやつなんで、まあ、これは、さっと流しときましょう。あとは、糖質系、抑えた系、反対側にもいろいろと書いてありますね、ということですね。あとは、食後のデザートはひんやりとということで、アイスケーキですね。結局は、
ドンとチョコアイスのアイスケーキのやつが乗ってますね。なるほど。はい。で、これ、チョコ、生チョコアイスデコレーション3800円でドンと入ってます。これはどこのメーカーとか書いてある？ちょっと、どこにもメーカー名が書いてないけど、これおはようなのかな？ということでね。隣のブルーではおはよう乳業のやつですね。これは。見たことある。ブルーでギフトもありますよ。これもどっかで書いたことありましたもんね。あとは、ジャージー牛乳。これもおはよう牛乳のやつですよ。で、いろいろどんぐりパーティーは、これはあれか、共同乳業さんのやつかな。これはおはようのラインナップにはなかったはずなんで、隣のやつはおはようかな。プチアイスボール。ハート型、丸型とかが入ってますけどね。これはおはようで、既製品でも、見たことがある、ラインナップなんで、この大きいサイズではないですけどね。もうちょっとちっちゃいパーティーパックみたいなやつがあって、それはね、定番品で売ってるところもあるんで、そういった感じになるかな、というところですね。2700円とかということでございます。カカロブタンロースってないのかな？今更やけど。特にカタログの PDF ダウンロードとかもなさそうだな。なさそうなんで、このまま行きましょう。で、ここから先に、来ると、こんな感じですね。ドンとチキンがやってきます。面白いですね。ケーキってダーッと分けて、次にチキンのページが来る。比較的総合パックで売ろうとすると、確か3社に比べると、カテゴリー別にしっかりと、カタログを分けてるよっていうのが、一つ特徴になってくるかなっていうところですね。最初のページにもチキンとかとオードブルセットみたいなのがドーンと載ってるところ、セブンイレブンさんとかそうでしたもんね。っていうところで、これ見たらだいぶちょっと違うのかなってところありますね。で、マカラフライドチキン4個セット。実はね、ただね、忘れちゃいけないよね。意外とね、ミニストップのチキンってね、意外と大きさもしっかりあって美味しいのがね、特徴だったりしますね。実は結構ミニストップのチキンを食べるんですよね。あんまり山田もぐもぐで使ってないのは単純な話で、仕事の合間とか、前後とかね、に、ちゃんと、食べることが多いので、なかなか撮影にはね、使わないことが多いんですけど、実はよく食べてたりしますね。で、あとはローストチキンレッグやら、マカ、ハーブドリローストチキンレッグ、あとはローストホールチキンなんか持ってるよってことで、この辺りかなりパーティー系を意識して作ってる感じがありますね。普通のローストチキンレッグ550円で、国産マカトリだと1296円。税込みだと594円と1296円。まあ、だいたい倍ぐらいの値段になるよと。で、鹿児島県産ローストホールチキンだと2376円ってことなんで、ホールチキンだと、まあ、倍ぐらいの値段ではもう丸チキンがやってくるってことだからね。これはかなりいいですね。丸チキンね、家でやろうと思って大変ですからね。焼いたりとか、まあ、オーブンがあったら焼いたりとかできるんですよ。昔やったことあるんですけど、いや、一応オーブン、なんかオーブンあるんで、一応オーブンがあるんで、ほぼほぼ使わないんですけど、一回使ってみるかっていうんで、オーブンでやってみたことあるんですけど、ね、感想は、まあ、食べるのもね、一人で大変だったんですけど、なんで、こっちでやってんだろうなと思いながらね、どっちであのサイズがあると、逆に鳥の大きさに虚無感を覚えたりするっていうことも分かったんですけど、それ以上にね、あれだったのがね、まあ、ね、野郎で、あんまり料理を普段しない人間だからっていうのもあると思いますけど、油の片付けが大変でね、人生やるのは大変ね、大変ね、いっぱいポテトあげてね、ポテト吸わせながら、その鶏油を、ポテト吸わせながらなんか食べて、もうお腹いっぱいってね、なんていうような、こととかあったりしましたけど。っていうようなことはね、これね、家でやると大変なのにね、焼いてくれてあるのかっていうのはね、いいなと思います。で、あとは、クリスマスのオードブルとかも載ってますよっていうことでございます。結構いろんなオードブルか、のセットもあるね。この辺りも結構イオンと連携してる感じあるのかな？イオンリテールとかとね。かなりサラダとかもあって、これも、冷蔵で、店頭受け取りオンリーってことなんで、そういうことですね。で、やっぱりも豚肉の、味噌煮込みとかもあるんですね。こんな、こういうのはね、ちょっと珍しいですね。っていう感じでございますね。
で、次のページに行くと、ピッツァですね。イタリアンピッツァマルゲリータに、ちょっと贅沢なマルゲリータということで、マルゲリータが756円のね、ピザと、ちょっと贅沢は1080円。ちょっと贅沢ですね。なかなか珍しいですね。この値段再設定してくる。あとは、ちょっと贅沢なピザこだわりミックス。何が違うのかな。サラミとか乗ってる感じかな。マルゲリータは基本的に乗るものが決まってますからね。うん。マルゲリータは、バジルに、モッツァレラチーズに、トマト。これが入っている、の具で作られているっていうのが、マルゲリータの、ですね。イタリアの国旗の色、バジルが緑で、白がモッツァレラチーズで、赤がトマト。この3つを入れて、トリコローレを意識して作ってるよっていうのが、実は、マルゲリータですかね。で、こだわりミックス。こっちはそういうのではなく、まあ、なんかアメリカンピッツァって感じですね。こっちの方がサラミとかもしっかりと乗ってって感じですね。で、あとは、クリスマスのパーティーサンドボックスとかもあったりしますってことで。パーリピ向けの、こんなね、結構パーリピ向けな感じの32缶セットとかもドーンとあったりするんで、結構面白いですね。で、これらの告知をワンチャンってことで、ここは、ピザーラと連携してるやつからどっかにありましたよね。が、コミフデリ、ピザーラテリヤキチキンってことで、テリヤキチキンだってですね、普通にうまそうだな。っていうのと、あとクリスマスプレートって言って、ワンちゃん用の、プレートがいろいろとありますよ、ということでございますね。っていうのがなってます。あとは、トーンと乗ってるのが、お酒は、ここにチラッと乗ってますね。お酒は意外とチラッとですね、ミニストップさんは。2種類、どん、ちょっと書いてます。ロジャーブラードカバー、ということで、これはゴールドブリュット。シャンパンじゃないよね、これは。スペイン産のカバーってなってますね。ですから、スペイン産ワインのスパークリングワインですね。辛口のスパークリングワインですよ、ってことで、スペイン産ってことなんで、これは、いわゆるシャンパンには該当しない、やつですけど、まあ、いわゆるシャンパン。的な、テイストなね、ものになってますよってことですね。で、隣の方はロゼですね。ロジャークラウドカバー、同じメーカーの、ロゼとホワイトかな。ホワイトスパークリングワインと、ロゼのスパークリングかな。ロゼスパークリングワインですね。同じくスペイン産のやつが乗ってますよということで。実はこの2種類でどうも終わりにしてありますね。これはかなり、他社さんが結構酒、力入れてたところはね、まあ、三社さんの中でもちょっと多少の強弱はありましたけど、なんだったっけ、X ジャパンのトシさんとね、あ、トシさんじゃない、ヨシキさんと、ね、プロデュースワインをバーって持ってきたのがローソンだったっけ、とかがあったりだとか、あとはなんだったっけ、あそこがですね、ファミリーマートはかなり、ドンペリの、もう、超高級ドンペリ、的なね、ものとかも、ドロッと揃っておったりとかね、しておったところでいくと、この、お酒に関してはここだけにしてあるっていうのが、ちょっと面白い特徴かなというところですね。うん。まあ、お酒もお酒で、イオンやヤマヤがイオングループなんでね、ああいった感じのリカー専門店とかそういったところで取り揃えてたり、まあね、店頭にもありますからね、それで十分こと足りるでしょうということでございますかね、わざわざ。ここで、あれをするっていうのはないですね。まあ、別に山屋に行けば、ちゃんとしたワインも、いろいろと取り揃えありますからね。ただ、山屋があるところが少ないのかな。横町だとね、普通にあるんで、あれですけど、まあ、さ、イオンに、ね、行けばね、いろいろとリカーコーナーに揃ってますからね。って言っても、イオンがそんなに手取り早くあるところって、四日市だとね、もう、ミップかイオンだったらね、どこかしかに本当にありますからね、っていうことなんですけど、なかなかそうはいかないところもあると思うんで、そのあたりとか、なるほど、ちょっと特徴的なところが出たんじゃないかな、ってことでございます。で、まあ、他のところと同じく、カタログ用のね、サイズが分かりやすい、4号が7号のサイズとか、いろいろと書いてある、実寸大のが分かりやすいのが書いてあるラジだとか、で、申し込み用紙に関しては、ざっと楽器な感じのやつになってますね。特にバーコード管理とかをしてない感じですね。なるほどね。これで入力するっていう感じになってるみたいですね。なるほど。ということで、なんですけど、もう一つね、さっきね、ずるっと見てきて、あ、定期無縁でやりしてるのかなと思うかもしれませんけど、これね、面白いトラックがありまして、くるって返すと、メインになってるんですよ。なんで、店頭に行った時には、縦積みで、
1段目これをどん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 、下の段をこっち向けてどん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 って感じにして、チキンもケーキもすごく、で、段違いになるような感じで、作ってある、レイアウトしてあったんで、結構3店舗くらい、ミニストップさん、最近ちょっと回ったんですけど、どこもそんな感じで組んであったんで、それでね、いろいろとちょっとバリエーションを見せてる感じになってるんじゃないかなってことでございますね。ということでね、イオンさんの、ミニストップさんはね、特徴としましては、オンラインカタログとかがね、オンラインショップはあるんですけど、結構カタログの方のが、しっかりと見やすいような作りになっているっていうのがかなり特徴です。他のところで、オンラインショップの方が情報がいろいろ載せれるんで、ちょっと動画データがね、あったりだとか、いろんなね、やとかわーっと書いてあったりとかっていうのは、こっちの方のが情報量が多いよ。こっちのね、画面の、ところの方がね、情報量が多いよっていうことが多かったですよ。意外とこっちのカタログの方にしっかりと書いてある。だから、紙媒体結構意識してるんじゃなーっていうのと、ラインナップもね、こっちの方のがフルラインナップで書いてあって、こっちはもう厳選したやつで書いてあるよっていう感じで、迷いにくくしてある感じかなっていう感じがしましたね。っていうのと、あとは、品目的にはオリジナルの品率が高いのかな。で、オリジナルケーキから入れていて、で、さらに、パックリというよりそれぞれで、それぞれの、単品のところでしっかりと売っていこうという、形が、取れるっていうのが、結構総合パックでね、売ろうとしてる、もうセブンイレブンさんなんか特徴的ですよね。オリジナルケーキすごく少なくて、で、パッケージのね、あそこは、スノーマン、あそこはスノーマンじゃなかった。どこと、組んでたっけ？セブンイレブン。あ、そうそうそう、セブンティーンね。セブンティーンと組んでましたよね。というのがね、あったりしました。ちょっとその差分とかでやっとったっていうところに比べると、かなり感じがあるな。で、お酒のね、取り扱いとかもかなり、他社さんとは、かなりね、割り切った、ところ、出社センター、割り切った、感じになってるっていうのが、特徴的な、ところでございましたね。まあ、やはり、一番ね、食べてほしい、売りたいのはケーキで、ケーキも、物量のようにこういったの方にね、シフトしてってるっていうのが、一つ、いろんな挑戦も見るところですし、出社選択の仕方とかも、まあ、しっかりと、メインの商材、この2トップをしっかりと、売っていこうという、感じが、見せてこれるっていう感じでございましたね。っていうのが特徴だったかなと思います。ということでね、まあ、ひとまず、クリスマスケーキはこんな感じでということで。またね、この後、よっこいしょ。またリンク、オンラインショップのリンクとか貼っておきます。いや、やっぱね、結局、いろいろ書いてあってもね、結局売れるのって、ほぼほぼ定番品なんで、8割方定番品なんでね、売り上げベースに見たね、こういう時って。なので、こういった感じの割り切りっていうのもありなんじゃないかなという感じをとかしますよというようなところで、ミニストップさんにね、紹介はこれぐらいでね、示させてもらって、で、次はね、お説明とね、取っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらい示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。